次のセッションは、音楽と人工知能という、招待講演でして、昨年11月に、設立されました日本 AI 音楽学会の方から、お二方をお招きしています。まず初めの、講演者として、松尾さんを紹介させていただきます。松尾先生は、作曲家、指揮者、音楽プランナーとして活躍していらして、現在は、専属学園音楽大学教授で日本現代音楽協会理事を務められていらっしゃいます。では、松尾先生の方から、日本音楽 AI 学会の、設立の経緯などについて、講演をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今回はこのような学会に出来たてのほやほやのまだ赤ん坊にもなっていないような日本 AI 音楽学会に光を当てていただきまして、お招きいただきましてありがとうございます。大したことはしゃべれませんが、私どもがどのような経緯でこの学会を設立したかということについて、まず私松尾から、簡単にご紹介させていただきたいと思います。それに続きまして、私どもの協会で学会で、早速いろいろなイベント等で大変なご協力をいただいておりまして、副会長の重責も担っていただいております、大谷典子先生から、研究発表を私の後に続けていただきたいと考えております。しばらくの間お付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。でまず私松尾の自己紹介をちょっとだけさせていただきますと、私自身は特にそのコンピューター音楽というのあるコンピューター音楽電子音楽の専門家でもありませんし、まさかこの JSSA でお話をすることが来ようかなと夢にも思ってなかったんですけども、ただ音楽全般になんとなく目を光らせているようなところがありまして、特に音楽祭とかコンサートの企画運営ということは随分関わってまいりまして、先ほどね、EMS のお話があって、ああいうことの開催って本当大変ですよね。名古屋でなさった時も大変でしたよね。現代音楽の全体では国際現代音楽協会 ISCM という1923年の発足がありまして、その世界大会を日本が何しろ1970年以降ぐらい絶対やらなきゃいけなかったのでずっとできなくて、それを2001年にやっとやった時に、まあ、私が仕掛けてなんとかできたんですけど、まあ、何しろ1億2000万集めなきゃならなかったら大変だったんですけど、まあ、そんなことをやってきたので何かにつけて何かよくからちょっと作れっていうような指令がよく大学の本部から飛んできたりするので、実はこの日本 AI 音楽学会の設立というのも、まあ、そういった流れの一環になっております。簡単な資料を作ってまいりましたので、あとお手元の方の旅行の方は安藤先生のお力をお借りしまして、説明にまとめておりますけど、ちらちらとご覧になりながら、お聞きいただければと思います。では簡単に経緯報告させていただきますけれども、設立の母体となりましたのは私の勤務先であります専属学園音楽大学になっております。でちょうど昨年の正月明けぐらいでしたかね、私どもの学園の経営者前田利和という名物理事長がおるのですが、こんな言い方してたってその時は言わないでくださいね。これからの世の中 AI だから、なんか AI というものを音楽大学としても関わってるんだぞっていうところを見せていこうという話がざっくばらんにありまして、ただいきなり音楽大学に AI 音楽専攻なんて学科作っても、まあ、誰も受けに来ないだろうということで、まずいろんな人が集まって情報交換できたりするような学会でも立ち上げようではないかということで、
そういったことで、設立のきっかけが生まれました。で、これはもう私がここで皆さん方に申し上げるまでもなく、近年の世界の動向から行きますと、まあ、1995年ぐらいに、ね、Windows の劇的な普及が始まり、2005年ぐらいから今度スマートフォンが劇的に普及し、2015年ぐらいから AI とか IoT とかが叫ばれ始める、まあ、10年ぐらいの周期で、社会のフォーマットがどん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 、変わってきているという、ものすごいスピードで揺れ動く時代になったなと思います。まあ、かつてクラシック音楽が古典派とかロマン派と我々が今日呼んでいる時代のゆったりとした流れとは全然違う時代がやってきているということになります。で、ちょうど昨年からですね、東京ビッグサイト等で毎週のようにいろんなエクスポというかコンベンションが行われてますけど、そこに AI 人工知能エクスポというのが始まりまして、今年もすでに第2回が始まってますけども、まあ、こういったものが始まったのもちょうど2017年だったということを考えると、昨年2017年とかかなり象徴的な年だったのかなと思いまして、私もたまたまその AI 人工知能エクスポの隣でクリエイターエクスポってなってまして、そこにちょっと関わりがあったもんですが足を運びまして、あまりに混雑していて、大晦日のアメ横ぐらいに混雑していて、まあ、びっくりしたという記憶がございます。人の頭だけちらりと映るようになってますけど、まあ、こんな感じです。そしてまた、私どもがその、日本 AI 音楽学会というものを立ち上げようと思っていろいろリサーチを始めた頃にですね、ちょうど昨年の6月11日に東京都市大学の横浜キャンパスの文化祭で、後ほど登壇されます大谷のり子先生の研究室の非常にユニークなかつ先進的な発表があるということを新聞記事でちらりと見まして、で そこをお尋ねしたというところから、具体的な話が始まったという思いでもございます。そして、私どもの学会の設立の直前だったんですけれども、デジタルコンテンツエクスポというものも、科学未来館の会場として行われておりまして、そこにいろいろな企業が出展をしておりまして、なかなか興味深いものがありました。中でも、まあ、特に音楽というところに関しますと、皆さんもご存知だと思うんですけども、ヤマハというところがですね、音楽の演奏にうまくその AI をフィッティングさせていくという研究を相当されているようで、ともすると AI というのはなんか AI で作曲するとかいう方に興味が行きがちですけども、演奏を AI を活用して補助をするというところでもヤマハは随分考えているようで、まあ、簡単に言ってしまうと、あらかじめ録音してある音源の再生、もしくは自動ピアノ演奏装置のようなものに AI を組み合わせて、今まではあらかじめ録音したものに、例えば最後にボーカルを乗っけるとか、バイオリンのオブリガードをオーバーダビングで録音するという時に、人間の方が録音音源に合わせなければいけなかったものを、AI が音源の方の速度をコントロールして人間の演奏に合わせてくれるっていうことを考えていると、ある程度実用化に向けて指導しているというような時代にもやってきているということなので、まあ、その辺も含めて広い意味で音楽というものを捉える守備範囲に置くような学科にしていこうかなということを考えております。ですので日本 AI 音楽作曲学会にはしていないというのはそういう思いもあるということです。ですので作曲に特化したものではなくて、音楽に関わって何らかの形で AI が人間をサポートしてくれるとかいうようなことがいろんな人の知恵やアイディアで花開いていったらなというような、まあ、夢を描いているということですね。そのヤマハの技術を応用した講演が私どもの学会の設立の直後、昨年の11月22日に芸大で
年新聞報道されましたので、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、ダンサーの動きを、まあ、読み取って、それと AI と連動して、でそれと生演奏を組み合わせてパフォーマンスをするというようなことも行われておりました。まあ、そういうことが2017年あたりから本当に具体的にかなり動き出した年であったなと、まあ、そこにうまくタイミングを当てて、日本 AI 音楽学会を立ち上げられたというのも、まあ、結果論ですけど、まあ、タイミングで良かったなというところかと思います。で、昨年の11月11日に設立いたしました。そのタイミングはですね、まあ、母体となります、専属学音楽大学の、文化祭、学園祭が11月11日、12日の開催であったということで、そこに、その学園祭の中で設立総会でありますとか、設立記念のシンポジウムとかを開催しようということで、まあ、その日付になったということでございます。初代の役員の辞表を一応こちらに書いておりますし、それはこれは多分横の方に載っておりますけれども、不詳私が言い出しっぺなもんですから会長を務めておりまして、あと、後ほど登壇されます大谷先生が副会長です。あと理事の顔ぶれがちょっと面白いんですけども、黒木さんという方は建築家ですし、それから白柳さんという方は、元ナクソスジャパンの社長、日本ナクソスジャパンの社長で今独立されてアールレゾナンスという新しいレコード会社を立ち上げられていらっしゃいますし、それからこの今日この会場にいらっしゃいますけど、宮城麻子さんはクリエイター作曲家でられますし、森先生もそうですね、森先生も作曲家であり、電子音楽の専門家でもあられます。で幹事も、作曲家であり、また CM 音楽なんかを手掛けていらっしゃる小川さん、そして、やはり電子音楽、電子機器等にも大変お詳しい前田さんというような形で、必ずしも作曲家、クリエイター、音楽家だけではない方たちにもあえて参加していただいています。つまり音楽家だけでとかだとどうも視野が狭くなってしまうので、音楽の教授者というか広く社会一般の方がいるので、いろんな方の視点を交えて、まあ、ユーザーとか社会も取り込みながら現行感できる場にしようではないかという、そういう思いも込められているとお考えいただければよろしいかと思います。でこれ設立総会、まあ、今日と同じようなものを投影していた図ですけど、ちょっと写真だけご覧いただきたいと思いますけども、専属学園音楽大学の中の、まあ、とある教室で、大谷先生の試合と映っておられたりしますけども、後ほどね楽しい発表がありますからね、私のつまんない話はとととで終わって、大谷先生の楽しい発表に移ろうと思いますけれども、であとシンポジウムなどもいたしまして、それから、その大谷先生の研究室 の学生さんにもご協力いただきまして、AI 体験コーナーを作っていただきまして、文化祭に、来場されたご家族連れやさまざまな方々に、音楽だけにとは限らないんですけども、AI というものを非常にシンプルに体験できる、素敵なミニアトラクションで考案していただきまして、それの体験コーナーが大変盛況でした。2日間で多分数百名の方が体験されたと思います。まあ、それを手始めにですね、日本 AI 音楽学会が昨年の11月に、まあ、発足を始めたということになっております。これは屋外の状況です。で今年も11月の10日、11日、土日に、専属学音楽大学の学園祭がありますので、そこと同時開催で、まあ、まだ正式名称を決定しておりませんが、日本 AI 音楽学会第1回フォーラムのようなものを開催して、しようかなと考えております。で、まあ、これ、ざっくりとした図なんですけれども、まず AI をそのものを研究されている方、あるいは企業たくさんいらっしゃいます。本当に大掛かりなものになりますと、まさにそのビッグデータを取り扱ってディープラーニングを重ねていくというものもありますけれども、音楽大学としてそこまで深く関わることは難しいかと思いますけれども、
まあ、そういう研究者の方とも交流をすると。で一方でその作曲家とかクリエイターというものがその AI を活用して、作曲をしていきたいと。また、そこに先ほどの山田のような考え方が入ってきますと、演奏家とかパフォーマーというものも AI の力を借りて何か新しいことができる、あるいは世の中を便利にすることができるということがあるかもしれない。そして最終的にそれを享受して、いくのはユーザーであり一般市民社会なので、そこも無視はできない。それを柔らかにつなぐような場でとして日本 AI 音楽学会が機能できればなという、まあ、夢だけは大きく持っておりますが、まだまだ産声上げたばかりですのであまり大きなことは言えないんですけども、まあ、こういうような夢を描いているということでございます。で、まあ、最近公式ホームページを立ち上げまして、まだ大して情報は載ってないんですけれども、この学会自体は広く門戸を開放しておりまして、当面会費を取るつもりもございませんので、基本的にその音楽家でなくても関心のある方はどうぞご入会するしてくださいというスタンスを取っております。ホームページから入会フォームにたどり着くことができまして、そこに情報を入力していただけますと大体会員になれるはずです。ただちょっと紹介者ぐらいいないとちょっと塩梅悪いねということもありましたので、ちょっと一部条件をつけるかもしれませんけど、基本的にいろいろな方にまず関心を持って仲間になっていただきたいということを考えております。もちろん今日ここにいらっしゃる皆さんに関心がありましたらぜひコンタクトしていただければと思います。で、合わせて、これが入会フォームですね、まあ、こういうようなフォームも用意してございます。それから一応その簡単な Facebook ページを作りましたので、まあ、一応 URL をご覧いただきますとこのような形でご用意してますので、ちょっとお時間のある時に覗いていただければなと思います。まあ、ざざっとお話してしまうとこういうことなんですけれども、つまり日本 AI 音楽学会が何かものすごい主義主張を重ねてこういうことを研究して発表していくっていうことを強く推進するという状況には今はありません。むしろ社会のこれからの動向あるいはいろんなことを考えてらっしゃる方の お知恵や行動力を拝借しながら何か進むべき道をみんなで考えていきたいし、で別に一つの方向に行く必要は全くなくて、むしろそれはかえって危険な状況を生み出しますので、いろいろなことを考える方が集い意見を交換しお互いを認識しながらそれぞれの活動を活発に展開していくと、その中で何かお手伝いできることがあれば、日本 AI 音楽学会としてもサポートしていきたいですし、例えば手始めとしては若い研究者の方の研究発表の場を提供するなんていうささやかなところからしか始めることができないかもしれませんけれども、そういったところからまず始めてみたいなと思っておりまして、今年の11月に開催予定のフォーラムでは若い研究者の方の AI と音楽に関する何らかの研究の発表の場をぜひ提供したいなと考えております。まあ、そういったところから一歩一歩始めていきたいなと思っておりますので、今日本当に他の団体のところでですねこのような説明をさせていただくのは今回本当に初めてなんです。とても嬉しく思っております。ぜひ私どものフォーラム等にも顔を出していただき、またこれから何かご一緒に、できるところがあれば、あるいは知恵を出し合ったりアイデアを出し合ったりということができることがありましたら、ご一緒させていただければ大変光栄に存じます。以上、簡単ではございますが日本 AI 音楽学会の設立の趣旨について、あるいは経緯についての説明を終了させていただきます。続きまして、大谷先生の素晴らしい研究発表がありますので、どうぞお楽しみください。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。もし質問がありましたら、一件だけ。大丈夫でしょうか。はい、では、どうもありがとうございました。